さあくしゃくさまは三時前なんやない見られらみんなで生きなこと生きな生きな塩一香水をわたまらん舞台は最高の最高この世界の煙に巻かれ目を閉じるなんてできない。楽しいことばかり元気はつらつこの上なく元気いっぱいなのさ。僕らの心を越え立たせるのはそれは紛れもない、あの可愛い妖精。綺麗な綺麗な歌い手たち
ここで待ってて。
Thank you.
夫人の名は使ってもいいぞ。詳しく説明するね。どういうことだい。どういうことって、見ての通りよ。伯爵夫人という肩書きは残ってくれど、一人ぼっち。その上、シルビー。親愛なる皆様方に嬉しいお知らせがございます。互いに愛を見出したる若き二つの心、我が息子正親と姪の愛子が。何なの。父上お待ちを、愛子ごめん。実は我が思いは全く別人のもとに、すでに消えたとばかり思ってた思いが、こう再び燃え上がり始めたのだ。天皇の天使が歌ってろ、愛し
丈夫、僕のがあるから。まったく、どうすればいいんだよ。はぁ、もう良いまま、もう良いままどうすかしいんだからね。うわぁ、ゆうた、あ、シルビー、ブルカロック、良いまま、良いまま、おお、やめろやめろ、ロック、会いたかったぞ、ロック。ラスオスザメンジンゲ。一体どうした？これを見てくれよ。なんだ？ギョ！父上か、顔写真までついてるじゃないか。会いたくないな。君はとりあえずあっちへ。後で呼びに行くから。おう、ゆうたか。どうしたそんなに焦って。顔が。いろいろ疲れてるぞ。いろいろあったんで。ああ、正近はこちらに来たかね。はい。今どこかね、あの子は。その…お前のせいで結婚披露宴台無しじゃ。石原さとみだって結婚して幸せになったというのに、愛子が不憫でならんよ。お言葉ですが、その結婚式だったらこれからでも執り行えると思いますが。どういうことだね。愛子様、今公爵閣下から結婚のお許しをいただいた。してない。笑い事じゃないよ。僕の一生の大事なことなんだ。どうかいいお返事をお願い。するわけがない。おオッケーですって。本当にオッケー。うわー、とっても嬉しいよ。お礼のキスを送らなくちゃ。バーン、アイコ、僕は世界一幸せだ。
しかしながら浅草の歌姫を我が息子の妻になど到底無理な注文ですな。どうしてですか。私自身家族の端くれではありますが、かつてロイヤル歌劇場のプリマドンナと一緒になりたいと心から思ったものです。藤原義政伯爵夫人となっていたその人が未亡人になった時のことですが。何ですと。藤原義政伯爵夫人ですと。はい、30年前のお話ですが、今もこうして持っております。美しい思い出として。ジェジェジェ、妻だ、歌手だったのか。ご覧の通りさ。さあ、結婚式はいつにする？